あれ、ボスじゃないか。どうしたんだろう。ねえボス、怪我でもしたの？お前らか。いや、怪我ってほどじゃないが、ヒゲを剃るのに失敗してな。少し肌を切ってしまっただけだが、結構ヒリヒリしやがる。ボスにヒゲ？似合わない。というか、ヒゲ生えるんだね。当たり前のこと聞くなよ。そりゃ生えるだろうが。父さんの顔を思い出してみろよ。確かに、モリッツさん、量はそんなに多くないけど、偉そうなヒゲ生やしてたね。じゃあ、ボスもゆくゆくはあんな感じにするつもりなの？それは、知らん。その時になってみないとな。ただ、生えていた方が貫禄がありそうだからな。選択肢としてはありえるな。貫禄つけるのはいいけど、あまり偉そうにはしないでもらいたいところだね。それもその時になってみないとな。むしろ俺よりタオの方がヒゲを生やすべきじゃないか。え、僕？ああ、お前はただでさえ童顔だからな。ヒゲがあればより学者みたいに見えるぞ。いや、僕は別にいいかな。だいたいタオってボス以上にヒゲが生える印象がないしね。今のままでいいと思うよ。別にそれほどのことじゃないけど、ちょっと困ったなっていう話で。タオの変わりっぷりがすごいなって話をしていたんだよ。ライザもそう思わないかい？島を離れた時からこんなに見た目が変わるなんてね。最初誰かと思ったよ。ああ、その話ね。私もオートでタオに会った時も同じこと思ったから、その気持ちはわかるよ。だよね。よかった、僕だけじゃなかったみたいだ。そんなに僕って変わったかな。確かに身長は少し伸びたとは思うけど。それが一番大きいんだよ。言っておくけど少しじゃないからね。お、ライザが違う男と一緒にいるぞ。僕だよ。本当だ、タオじゃねえか。すまねえ。ね、やっぱりタオって自分で思ってる以上にすっごい変わったんだよ。どうも僕には分かんないな。自分のことは自分が一番分かってないって言うからね。そんなものだよ。ここでいいの？すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。風犬島はまだマシに見えるぜ。おかえり。みんな元気そうだな。ただいま、アガーテ姉さん。私たちの新たな仲間をご紹介いたします。おや、あなたは。短い間かもしれませんが、ご厄介になります。以前はその交渉上のこととはいえ傲慢な態度を。いえ、そのようなことお気にされずとも。ライザ、どういうことだ？まあ、いろいろあったんだよ。すっごくいい子だから優しくしてあげてね。そうか。
ではこちらこそよろしく。島の方こそ変わりはなかったのか。特に知らせはなかったようだが。地震もあれ以降は起きていないな。変化といえば少々困ったことは起きているな。困ったこと？悪いことじゃなく？まあ悪くもあるんだが、実は興味本位の旅の者が不用意に入り込んで怪我をしたり追い返されたりしていてな。未知の遺跡に踏み込む危険は普通の人には分かんないか。現状向こうから湖を渡ってくることはないんだが、すぐそこに魔物の島があるのを不安がる者は多いな。準備ができたらまたカーク群島に向かうよ。いろいろと解決できるかもしれないんだ。お前らならば心配もいらないか。気をつけて行ってくるんだぞ。すぐにカーク群島に向かうか。一度アトリエに寄って。あ、また何か思いついた顔だね。カーク群島と隠れ家を往復するのも大変だし、群島の近くにも拠点を用意するのはどうかな。なるほど、サルドニカでやったみたいにってことだね。そういえばいい感じの島があったよ。そこまで行ってみよう。いや、ライザじゃないか。あ、タオ、レントやフェデリーカもみんなで食事してたんだね。そうなんだ、たまたまばったり出会ってよ。皆さん島の料理は大したことがないとおっしゃっていたのですが、野菜が美味しくていいですね。野菜はまあ新鮮ではあるかな。種類は少ないと思うけど。あれ、タオがピーマン食べてる。あ、そういや、あまりに自然に食べてるから気づかなかったが、タオ、お前ピーマンが食べられなかったよな。どうしたんだ。そうだったんですね、ピーマンが。うん、それがさ、オートで美味しいピーマンの肉詰めを食べたら普通に食べられるようになったんだよね。そうなのか。でもその前によく食べようって気になったな。パティも見たしさ、かっこ悪いなと思って。おお、それは。でもさ、オートのピーマンは知らないけど、島のだって別にまずかったわけじゃないと思うけど。そうですね、私もとても美味しかったと思います。確かに食べてみたら美味しかった。単に食わず嫌いだっただけだね。そういえば前にお父さんが言ってたことがあったっけ。大人になるとそれまで嫌いだったのになぜか平気になって美味しいと思うようになる食べ物が結構あるって。じゃあ僕も大人になったってことなのかな。少なくともピーマンが食べられるくらいには。ここでよく本を読んだっけ。久しぶりにやってみようかな。どちらへ向かいますか。それにしてもこんな群島が突然現れるなんて不思議ですね。ほら、ここなんてちょうどいいんじゃない。だな、ここに決めちまおう。フェデリーカも準備手伝ってくれる？はい、もちろんです。よし、それじゃあ始めよう。
材料は何入れようかな。材料は何入れようかな。何入れようかな。材料はどこに入れよう。入れる材料入れる場所。よし行け。改めて見ても驚きしかありませんね、この早技。これでまた便利になったね。それじゃあ、あの扉まで向かおう。ここでよろしいんだ。お前らといるといろんなことがあるからな。島が現れたくらいじゃもう驚かん。お久しぶりだね。愛も変わらず憎たらしい密閉ぶりだこと。これが以前から話に聞いていた宮殿。確かに例の文様が刻んでありますね。さーて、妙なことが起きないうちに早速島を動かす中枢部に入らせてもらうわよ。ライザ、十分に気をつけてね。何かおかしなことがあったらすぐ中断して。今のところは何ともないけど気をつけるよ。この奥に本当に軍刀を動かす仕掛けが。構造から推測すればそのはず。というかこの宮殿以外にありそうな場所がないんだよ。とにかくサルドニカでの成果を。このムクの鍵を試してみよう。新しく見えても遺跡は遺跡だ。用心しねえと。鬼が出るか蛇が出るかってやつだ。まず何よりこの鍵で開くかどうかだがな。錬金術師ライザリンシュタウトを信じなさい。さあ始めるよ。なんとかなったみたいだな。さすがは俺たちの錬金術師様だぜ。ここからが本番だが、まあそんなとこだな。うんうん、褒めなさい褒めなさい。奥はどうなってるのかな。行こうみんな、これで終わりにしよう。なんだ、どうなってる。
島の制御装置どころか、こいつは。これがあの壮麗な宮殿の中、ただの粗雑な石室。それより、これは一体何なんです？わからないけど、調べるしかないんだよね。そうだな。まあ死体が転がってるわけじゃねえ。罠にだけは気をつけろよ。戦闘、衰退、洞窟、どうも違うな。みんな、わからないものとか明らかに変なものがあったら言って。わかった。フェデリーカは外から何か来ないか見張ってて。はい。万が一にも閉じ込められないようにってのは、怖がってる子には言っちゃダメだよね。なんだろうこれ。どの紙にも同じような紋章が書かれてる。これは竜の紋章か。どこかで見たような。竜ね。この下に竜でも眠ってるのかな。ん？これは本？そんなに古びてないように見えるけど。読めない。そういえばアンペルさんが、行為の錬金術師は暗号で本を書くって言ってたっけ。じゃあそれも昔の錬金術師が書いた本？昔ってほど古さは。あれ、表紙の裏に今の文字が。かなり乱暴な書き殴りだね。内容は、私には竜の風跡をたどる力がないというのか、なぜ晩鐘の大典は答えてくれないのか。ん？竜。また竜か。タオ、竜の風跡ってのは何のことだ？僕もその言葉は聞いたことないな。ライザ、晩鐘の大典ってのは前も。ライザ？あ、ライザ！何時、栄誉を置いたる錬金の術師、手づからの鍵持て、大典のうちに至れ。ライザ、大丈夫？なんかちょっとぼーっとしちゃって。おいおい、そりゃ大丈夫って言わねえぞ。一体何が？細かいことは後回しだ。引き上げようぜ。無理は禁物だ。そうだね。ライザ、本当に大丈夫？体調が悪いわけじゃないんだよね。拠点を用意してよかったな。あそこまで戻るぞ。ここがいいな。紹介もこの島が現れてから交易に影響が出てるの。なんとかしなくちゃ。気分は悪くない？お水持ってこようか。もう大丈夫だって。本当に何なんだあの島は。ライザの見た本といい、やはり錬金術師関連か。鍵で開いたわけだし、そうだろうね。あんだけ苦労して開けたってのに、宮殿の中に制御装置がねえとはな。
参ったぜ。あの石室からまた新しい鍵で地下に入るのかな。それこそ空間島の地下構造体みたいに。みんなは石室で気づいたこととかあった？地下に限らないけど隠し扉とか。壁や床にはそれっぽいものはなかったね。床に散らかっていた紙も同じだな。新しいものから古いものまで竜の絵ばかりだった。竜というとあの本にも竜の風跡ってあったね。何のことだろう。レントとクラウディアは何か気づいた？俺の感触だとあそこの刀傷は戦いの跡じゃない。破れかぶれとか狂乱状態で振られたもんだな。壁の文字もところどころ読めるものはそんな感じだったよ。なぜとか罵倒。竜の落書きはなかったかな。わかんないな。ちょっと外の空気を吸ってくる。満床の大天、竜の風跡、鍵、扉。わからないことばっかり。なんかやっぱり頭痛くなってきたかも。どうした君？おとなしい。君も迷える子羊。いや、子犬なのかい？ライザさん、大丈夫ですか？って、魔物？この子おとなしそうなの。そうだ、前みたいに。存在するんですね。世界は広いのよ。プニと遊んでたら頭もすっきりしてきたかも。ライザ、何してたの？新たな出会いに感謝してたところ。そうなんだ。クラウディア、どうかしたの？一度バレンツ召喚に戻ってもいい？気になることがあって確認しておきたくて。うん、分かった。向かおっか。